まずはですね、最初のボタンの掛け違いが起こってないかということを一番最初に僕は見るんですね、うん、それはスピーカーがその個々のお客さんの部屋の中でですね、いい音が奏でられる場所にスピーカーがあるかどうかが、もうステレオのもう一番の出発点なんですよ。なるほどなるほど。スピーカーが動かすこの気流の動きと壁に当たって壁から反射する動きと、スピーカーが自らアクションして動かすタイミングのこの足並みがずれるんですよ、ここが。あ、なるほどなるほど。これが追っかけてきて、この壁に当たって叩き返される、この波とこのスピーカーのこれが合わなきゃダメなんです。ここがボタンの掛け違い、これできてる人いないんです。なるほど。視覚上こう右の壁から何十センチ、左から何十センチ、見た目に収まりのいい形に置いてるけど、部屋がいびつな形にこうなってると、スピーカーの置き方もいびつにしてやらないと合わないんです、うん、次はどうですか。そこを一番にして差し上げますとですね、まず要はスピーカーという箱ですね、囲われたその箱の響きと部屋という囲われた部屋の響きというものが、そのスピーカーの小宇宙と部屋の大宇宙とがエネルギーが等価交換されるべきなんですよ、極端に言うと。だからスピーカーの箱に囲われたスピーカーのユニットの動きの内部の内圧かかる狭い囲われた内圧と、解き放たれたこの大宇宙の部屋の中での広々としたところの圧力ですね、それが振動板の表と裏で受ける関係になるわけですから、これがニュートラル状態になって自在に動ける状態にあることが望ましいんです。なるほどなるほど、うん、それをしてやるためにはさっき言ったようにボタンの掛け違いがある位置だと無理にスピーカーを押そうとするから、中と外圧との差が大きく発生してしまうんです、うん、今のこれまでのそこまでのお話っていうのは気流の関係ですね。そうですね、気流の関係ですね、はいはい、あとはそうしますとその電気の関係と振動の関係っていうことを見ると思うんですけども、はい、それは具体的にはケーブルを変えることもあるわけですね。そうですね、ケーブルも太さとかねじり方だとか束ね方だとか、そういうのによってこうやはり低周波高周波の流れ方が変わってくるんですね。だからケーブルの設計上にもものすごく問題がありますけれども、どんな構造であったとしてもですね、絶対的に来るものは長さによる音の良し悪しが周期性を持って繰り返すということは、もうこれは鳴り人をもってしても変えることは僕はできないと見てますね。うん、で特に人間が音楽というドレミファの7音階をこの手にして遊ぶことを覚えたことにおいて、それは密接な関係があると見ています、長さというもの、うん、で最後はその振動の関係なんですけど、振動っていうのは、まあ、インシュレーターを活用するという理解でよろしいんでしょうか。そうですね、だから結局スピーカーという振動を発生するものを何がしかの上に置くという行為になりますから、それを伝わって床に振動が届き、また行き場を失った振動は壁に当たって床をまた伝わって逆流してスピーカーまで戻ってくるという、この運動が必ずあるんですね。これも気流の時間軸を合わせるのと同じことなんです。人間は膝でやるわけですね、膝腰の2アクションでこう、だからモーグル のスキーの素晴らしい選手なんかも体は上半身は上下動に動かないけど、膝だけが上下動こうしてるでしょ、シュッ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 と、ああいう形がなされなきゃいけない。だからスピーカーの箱はきれいに動かないでピッと動い音を奏でられる状態になっているのが、このインシュレーションの2アクションと同じことがインシュレーターに求められる。だからなるようにしかなりませんので、あるもので辻褄合わせを最後はするということですよね。
最後は、うん、いかにうまく見せるかいかに聞かせるか。なぜならば高い買い物をするんだから失敗のないように候補になるアンプを2台持ってきて、現在今弾いてる自分のアンプに比べてその2台をつなぎ替えて聞く、つなぎ替えて聞くということでしょ。ないと思ってたけどこれはひどいよっていう音も存在するわけでしょ。そうですね。でその状態の中に性能のいいアンプを持ってきて買い物をするのにどっちがいいかな、どれを買うべきかということになると、音だけをどっちが優秀か優れてるかっていうふうにアンプの違いの音だけをそこにピンポイントで拡大して見るようになるから、そうですね。だから木を見て森を見る状態で物を買い物するんです。常にそれをするから全体像を引いてバランスを見ることができないんです。だから買えば買うほど正解から遠ざかるんです。だけど自分は買い物をするときにもうそれだけ丁寧に2つのものを自宅まで持ってきてもらって、そして自分でもうあらゆるクラシックからもうボーカルからいろんなジャンル音楽を聴いてテストしてやったから絶対間違いないという自分の信念のもとに確信のもとに買い物してるんですよ。それは間違いの確信を得てるんですよ。そこが盲点なんです。では、1曲目だったら、はい、1曲目です、はい。その細かいニュアンスですよね。わかりますね。微妙なこの念のこの調整をとってますから、全体が
揃ってるから、もうそういったのデリカシーが抽出できるようになってるんですね。で、強い音も出せるんですね。それがピタッとできてるから。なるほど。だから、あの僕が調整した後っていうのは、あのネジが存在感で光り輝いて見えません？あ、見えますね。見えます。見えます。そこに見えます。存在感。そこなんです。その目なんです。全然違うでしょ。言われてみれば本当、本当そうだ、ね、これエネルギーなんて、物が出してる、俺が役立ってるだろうっていうことを言いたい、発信してるんです。それのエネルギーが音に乗り移ってるんです。この見えざるを見る目が大事なんです。だからパッと見て分かるって言うんです。だからこれ写真だけで僕情報で見抜いて、このこういうふうに左の方が、うん、実はサランネとかしとっても分かるんですよ。それは人には言わないと思う。